私がやってきたのはるるるるじゃん静岡県にやってきました。イエーイ。静岡にいる友達に会いにみんなでやってきたので楽しんでいきたいと思います。地元におすすめのお店も巡ります。そして子供も大人も楽しめるスポットをご紹介していきます。それでは行ってみよう。こういうことみたいです。いろんなお店が周りにあります。あー、うまい。牛がいます。うさぎ牛乳のできるまで。シーンが出てます。おいしい。美食べます。チュースチュース。あ、ま、めっちゃうま。エプロンのが良かった。日限定のメニューがあります。おいしそう。いただきます。うん、うまい。カオルくんショット。YouTube で男は見せる。うまいわ。うまい。わあ。おいしい。おいしい。おいしい。富士山スカイグランドドローン飛行場。めっちゃ広い。白糸の滝にやってきました。見えました。雪見橋マイナス4やばい。
とどめの滝の展望場に来ました。日も暮れてきたし、そろそろ始めますか。ご飯食べに行きます。乾杯。いや遠いね。仕事だから。いいね。これ半ペンやった。はい。うわー、おいしそう。若干半分の半分の半分の半分。こちらが黒半ペンフライです。焼きだと分かる。これが噂だ。多分お刺身は、うん、あれ食べれないか。うまいね。うなぎの肝焼き、ね、うまい、うまい、うなぎだ。うなぎだ。これが噂の磯島北海道サミットで使う、札幌サミットで使う、提供された磯自慢です。皆さん、はい、デビュー、デビュー、はい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 。見やすいですね、なんか。あ、うまっ。美味しい。めっちゃうまいわ。飲みやすいね。うまい。これいいわ。飲みやすい。乾杯。はい、ありがとうございます。すっきりしてるね。もちろん後味なくね。すっきりしてるね。すっきり系。こっちの方が飲みやすいかも。さっきのが甘いからなんかグワンってあったかも。サービスで食べた。おいしい。とりあえず全部写真撮ってる。ここから2個食べちゃいました。あ、カオル来た。カオル、イエイ、あ、イエイ、イエイ、イエイ、カオルくん、誰？イエイ、カオル、カオル、カオル、誰？
うん、はい、じゃあみんな20日目全員乾杯全員ですよ。はい、イエーイ。飲みやすいわ、赤。あー、うまい。20日目うまい。飲みやすいな。うまいね。うん、うまっ。あー、うまい。あー、うまい。超美味しい。超美味しい。熱い、めっちゃ熱いよ。お昼ご飯はマグロの南さんにやってきました。人形町人情通りを中心になんかいろんな開発がされてるっぽくて、おしゃれなお店とかもたくさんあります。するよ、教えて。うん、うまチェック来ました。静岡市はこんな感じでいろいろな伝統工芸があるみたいです。中もいろいろあるみたいなので見ていきたいと思います。館内マップはこんな感じです。竹と染め、木と漆、すごい。あー、袋で作れる。竹と染め、こういうものが作れます。カフェにやってきました。行ってみましょう。おしゃれ。道の駅
富士山しかない。マジで美味しい。え、マジで美味しい。え、なんで？ミネラルウォーターや。静岡すごい。今日は体験とかはあまり時間がなくてできなかったんですけど、今度やってみたいと思います。じゃあお土産買って帰ります。あー、お土産もある。お土産買おうかな。おすすめはこれ。え、なにそれ、かつお節入れるの？え、美味しそう。え、ない？マジか。わさびもある。ずっと気になってた堀西のスパイス、静岡県オリジナルラベルがありました。買ってみます。